踊る一寸法師江戸川乱歩。おい六さん、何をぼんやりしてるんだな。ここへ来てお前も一杯お商売に預かんねえ。肉襦袢の上に紫襦褂に金糸で縁取りをした猿股を履いた男が鏡を抜いた酒樽の前に立ちはだかって、妙に優しい声で言った。その調子がなんとなく意味ありげだったので、酒に気を取られていた一座の男女が一斉に六さんの方を見た。舞台の隅の丸太の柱に寄りかかって、遠くの方から同僚たちの主演の様子を眺めていた一寸法師の六さんは、そう言われるといつもの通りさもさも好人物らしく大きな口を曲げてニヤニヤと笑った。ほら、酒はダメなんだよ。それを聞くと少し酔いの回った軽業師たちは面白そうに声を出して笑った。男たちの塩辛声と太った女どもの甲高い声とが広いテント張りの中に反響した。お前の下校は言わなくたって分かってるよ。だが今日は特別じゃねえか。大当たりのお祝いだ。なんぼ不遇者だってそう付き合い悪くするものじゃねえ。紫襦褂の猿股がもう一度優しく繰り返した。色の黒い、唇の厚い、四重格好の頑丈な男だ。ほら、酒はダメなんだよ。やっぱりニヤニヤ笑いながら一寸法師が答えた。11、2歳の子供の胴体に30男の顔をくっつけたような怪物だ。頭の鉢が福助のように開いて、らっきょう型の顔には雲が足を広げたような深いシワと、きょろりとした大きな目と、丸い鼻と、笑う時には耳まで裂けるのではないかと思われる大きな口と、そして鼻の下の薄黒い武将ひげとが部長輪についている。青白い顔に唇だけが妙に真っ赤だった。六さん、私のお酌なら受けてくれるわね。美人玉乗りのお花が酒のために赤くほてった顔に微笑を浮かべて、さも自信ありげに口を入れた。村中の評判になったこのお花の名前は私も覚えていた。一寸法師はお花に正面から見つめられてちょっとたじろいだ。彼の顔には一切な不思議な表情が現れた。あれが怪物の仕打ちであろうか。しかししばらくもじもじした後で、彼はやっぱり同じことを繰り返した。ほら、酒はダメなんだよ。顔は相変わらず笑っていたが、それは喉に引っかかったような低い声だった。そう言わないで、まあ一杯やんなよ。紫襦褂の猿股はのこのこと歩いていって一寸法師の手を取った。さあ、こうしたらもう逃がしっこないぞ。彼はそう言ってぐんぐんその手を引っ張った。巧みな道化役者にも似合わない豆蔵の六さんは、18の娘のように、しかし不気味な郷愁を示して、そこの柱に捕まったまま動こうともしない。よせったら、よせったら。それを無理に紫襦褂が引っ張るので、その度に捕まっている柱がしなって、テント張りの小屋全体が大風のように揺れ、アセチリンガスの釣りランプがブランコのように動いた。私はなんとなく気味が悪かった。執拗に丸太の柱につかまっている一寸法師と
それをまた意固地に引き離そうとしている紫ジュース。その光景に一種不気味な前兆が感じられた。花ちゃん、豆蔵のことなぞどうだっていいから、さあ一つお歌いよ。ねえお囃子さん。気がつくと私のすぐそばで八字ひげを生やして、そのくせ妙ににやけた口をきく手品使いの男がしきりとお花に勧めていた。新米らしいお囃子のおばさんはこれもやっぱり酔っ払っていて、わいせつに笑いながら調子を合わせた。お花さん、歌うといいわ。騒ぎましょうよ。今晩は一つ思い切り騒ぎましょうよ。よし、俺が騒ぎ道具を持ってこよう。若い軽業師が、彼も肉襦袢一枚でいきなり立ち上がって、まだ争っている一寸法師と紫ジュースのそばを通り越して、丸太を組み合わせて作った2階の楽屋へ走っていった。その楽器の来るのも待たないで、八字ひげの手品使いは酒樽の縁を叩きながら胴間声を張り上げて三曲漫才を歌い出した。玉乗り娘の二さんがふざけた声でそれに合わした。そういう場合、いつもやり玉に上がるのは一寸法師の六さんだった。下品な調子で彼を読み込んだ漫才節が次から次へと歌われた。天でに話し合ったりふざけ合ったりしていた連中がだんだんその歌の調子に引き入れられて、ついには全員の合唱となった。気がつかぬ間に、さっきの若い軽業師が持ってきたのであろう三味線、鼓、鐘、拍子木などの伴奏が入っていた。耳を濡染ばかりの不思議なる一大交響楽がテントを揺るがした。歌詞の区切り区切りには恐ろしい怒号と拍手が起こった。男も女も酔いが回るにつれて全自強的にはしゃぎ回った。そのうちで一寸法師と紫ジュースはまだ争い続けていた。六さんはもう丸太を離れてえへえへ笑いながら小猿のように逃げ回っていた。そうなると彼はなかなか敏捷だった。大男の紫ジュースは低能の一寸法師にバカにされて少々癇癪を起こしていた。この豆染め、今に吠えづらかくな。彼はそんな威嚇の言葉を怒鳴りながら追っかけた。ごめんよ、ごめんよ。三重面の一寸法師は小学生のように真剣に逃げ回っていた。彼は紫ジュースにとっつかまって酒樽の中へ首を押し付けられるのがどんなにか恐ろしかったのであろう。その光景は不思議にも私にカルメンの殺し場を思い出させた。闘牛場から聞こえてくる凶暴な音楽と歓声につれて追いつ追われつしているホセとカルメン。どうしたわけか、多分服装のせいであったろう。私はそれを連想した。一寸法師は真っ赤な道化役の衣装をつけていた。それを肉襦袢の紫ジュースが追っかけるのだ。三味線と鐘と鼓と拍子木が、そしてやけくそな三曲漫才がそれを囃し立てるのだ。さあ、とっ捕まえたぞ、この畜生。ついに紫ジュースが歓声を上げた。かわいそうな六さんは彼の頑丈な両手の中で青くなって震えていた。どいたどいた。彼はもがく一寸法師を頭の上に差し上げてこちらへやってきた。みんなは歌うのをやめてその方を見た。二人の荒々しい鼻息が聞こえた。あっと思う間に真っ逆さまに吊り下げられた一寸法師の頭がザブッと酒樽の中に浸かった。六さんの短い両手が空にもがいた。パチャパチャと酒のしぶきが飛び散った。紅白だんだら染めの肉襦袢や肉色の肉襦袢や、あるいは半裸体の男女が互いに手を組み膝を合わせてゲラゲラ笑いながら見物していた。
誰もこの残酷な遊戯を止めようとはしなかった。存分酒を飲まされた一寸法師はやがてそこへ横ざまに放り出された。彼は丸くなって百日咳のように咳いった。口から鼻から耳から黄色い液体がほとばした。彼のこの苦悶を生やすように、またしても三曲漫才の合唱が始まった。聞くに耐えぬ罵詈讒謗が繰り返された。ひとしきり咳いった後はぐったりと死骸のように横たわっている一寸法師の上を肉襦袢のお花が踊り回った。肉付きのいい彼女の足がしばしば彼の頭の上をまたいだ。拍手と歓声と拍子木の音とが耳を弄するばかりに続けられた。もはやそこには一人として正気な者はいなかった。誰も彼も強者のように怒鳴った。お花は早調子の漫才節に合わせて凶暴なジプシー踊りを踊り続けた。一寸法師の六さんはやっと目を開くことができた。不気味な顔が症状のように真っ赤になっていた。彼は固い息をしながらひょろひょろと立ち上がろうとした。とちょうどその時、踊り疲れた玉乗り女の大きなお尻が彼の目の前に漂ってきた。そして恋か偶然か、彼女は一寸法師の顔の上へ尻餅をついてしまった。仰向きに押しつぶされた六さんは苦しそうなうめき声を立てて、お花のお尻の下でもがいた。酔っ払ったお花は六さんの頭の上で馬乗りの真似をした。三味線の調子に合わせて「はいはい」と掛け声をしながら平手でピシャピシャと六さんの頬を叩いた。一同の口からバカ笑いが破裂した。けたたましい拍手が起こった。だがその時六さんは大きな肉塊の下敷きになって息もできず、半死半生の苦しみをなめていたのだ。しばらくしてやっと許された一寸法師はやっぱりニヤニヤと愚かな笑いを浮かべて半身を起こした。そして冗談のような調子で「ひでえなあ」とつぶやいたばかりだ。おい、マリ投げをやろうじゃねえか。突然金棒の巧みな青年が立ち上がって叫んだ。みんながマリ投げの意味を熟知している様子だった。よかろう、一人の軽業師が答えた。よせよよせよ、あんまりかわいそうだよ。八字ひげの手品使いが見かねたように口を入れた。彼だけはメンネルの背広を着て赤いネクタイを結んでいた。さあマリ投げだマリ投げだ。手品使いの言葉なんか耳にもかけず、かの青年は一寸法師の方へ近づいていった。おい六さん、始めるぜ。そう言うが早いか、青年は不具者を引っ張り起こしてその眉間を平手でぐんとついた。一寸法師は疲れた勢いでさもマリのようにくるくる回りながら後ろの方へよろけていった。するとそこにもう一人の青年がいて、これを受け止め不具者の肩をつかんで自分の方へ向けると、またぐんと額をついた。かわいそうな六さんは再びぐるぐる回りながら前の青年のところへ戻ってきた。それからこの不思議な残忍なキャッチボールがいつまでも繰り返された。いつの間にか合唱は出雲県の節に変わっていた。拍子木と三味線がやけに鳴らされた。フラフラになった不具者は執念深い微笑を持って彼の不思議な役目を続けていた。もうそんなくだらない真似はよせ。これからみんなで芸尽くしをやろうじゃないか。不具者の虐待に飽きた誰かが叫んだ。無意味な怒号と狂気のような拍手がそれに応えた。持ち芸じゃダメだぞ、みんな隠し芸を出すのだ、いいか。紫ジュスの猿股が命令的に怒鳴った。まず皮切りは六さんからだ。
誰かが意地悪くそれに合わした。どっと拍手が起こった。疲れ切ってそこに倒れていた六さんは、この乱暴な定義をも底知れぬ笑顔で受けた。彼の不気味な顔は、泣くべき時に笑った。それならいいことがあるわ。真っ赤に酔っ払った美人玉乗りのお花がふらふらと立ち上がって叫んだ。豆ちゃん、お前ヒゲさんの大魔術をやるといいわ。一寸試し、五分試し、美人の獄門ってえのね。いいだろう、親父よ。フグ社はお花の顔を見つめて笑った。無理に飲まされた酒で彼の目は妙にドロンとしていた。ねえ、マメちゃんはあたいに惚れてるんだね。だからあたいの言いつけなら何だって聞くだろう。あたいがあの箱の中へ入ってあげるわ。それでも嫌かい。やあやあ、一寸法師の色男。またしても破れるような拍手と称声。マメゾウとお花、美人獄門の大魔術。この不思議な取り合わせが酔っ払いどもを喜ばせた。大勢が乱れた足取りで大魔術の道具立てを始めた。舞台の正面と左右に黒い幕が下ろされた。床には黒い敷物が敷かれた。そしてその前に棺桶のような木箱と一個のテーブルが持ち出された。さあ始まり始まり。三味線と鐘と拍子にはお決まりの前奏曲を始めた。その林に送り出されてお花と彼女に引き立てられた不武者とが正面に現れた。お花はぴったり身についた肉色のシャツ一枚だった。六さんはダブダブの赤い道化服をつけていた。そして彼の方は相も変わらず大きな口でにやりにやりと笑っていた。口上言うんだよ、口上を。誰かが怒鳴った。困るなあ、困っちまうなあ。一寸法師はブツブツそんなことをつぶやきながら、それでもなんだか喋り始めた。ここもとご覧に供しまするは、身辺不思議の大魔術、美人の獄門とござりまして、これなる少女を片絵の箱の中へ入れ、14本の日本刀を持ちまして、一寸試し、五分試し、四方八方より田楽出しといたすますのでござります。がそれのみにてはお慰みが薄いようにございます。かように切り裂いなみましたる少女の首をざっくり切断いたし、これなるテーブルの上にさらし首とござい。はっ、鮮やか鮮やか、そっくりだ。称賛ともからかいともつかぬ呼び声がやけくそな拍手に混じって聞こえた。白痴のように見える一寸法師だけれど、さすがに商売柄舞台の口上はうまいものだ。いつも八字ひげの手品使いがやるのと口調から文句から寸分たがわない。やがて美人玉乗りのお花はあでやかに一遊して、しなやかな体をその棺桶のような箱の中へ隠した。一寸法師はそれに蓋をして大きな錠前を下ろした。一束の日本刀がそこに投げ出されてあった。六さんは一本一本それを拾い、一度ずつ床に突き立てて偽物でないことを示した上、箱の前後左右に開けられた小さな穴へ突き通していった。一刀ごとに箱の中からものすごい悲鳴が、毎日見物たちを戦慄させたあの悲鳴が聞こえてきた。キャー、助けて助けて、あれー、こんちくしょうこんちくしょう、こいつは本当に私を殺す気だよ、あれー、助けて助けて助けて、はははは、鮮やか鮮やか、そっくりだ。見物たちは大喜びで天殿に怒鳴ったり手をたたいたりした。一本二本三本、刀の数はだんだん増していった。今こそ思い知ったか、このすべため。一寸法師は芝居がかりで始めた。よくも
よくもこの俺をバカにしたな。不愚者の一念がわかったか、わかったか、わかったか。あれあれ、助けて助けて助けて。そして田楽座しにされた箱が聖あるもののようにガタガタと動いた。見物たちはこの真に迫った演出に夢中になった。百雷のような拍手が響いた。そしてついに14本目の一刀が突き刺された。お花の悲鳴はさも瀕死の怪我人のようなうめき声に変わっていった。もはや文句をなさぬヒーヒーという音であった。やがてそれも耐えるように消えてしまうと、今まで動いていた箱がぴったりと静止した。一寸法師はぜいぜいと肩で呼吸をしながらその箱を見つめていた。彼の額は水に浸かったように汗で濡れていた。彼はいつまでもいつまでもそうしたまま動かなかった。見物たちも妙に黙り込んだ。死んだような沈黙を破る者は酒のために激しくなったみんなの息遣いばかりだった。しばらくすると六さんはそろりそろりと用意のダンビラを拾い上げた。それは青龍刀のようにギザギザのついた幅の広い刀だった。彼はそれをもう一度床に突き立てて切れ味を示した後、やがて錠前を外して箱の蓋を開けた。そしてその中へ九段の青龍刀を突っ込むと、さも本当に人間の首を切るようなゴリゴリという音をさせた。それから切ってしまった見えでダンビラを投げ出すと、何者かを袖で隠して片絵のテーブルのところまで行き、ドサッという音を立ててそれをテーブルに置いた。彼が袖をのけるとお花の青ざめた生首が現れた。切り口のところからは真っ赤な生々しい血潮が流れ出していた。それが紅の時汁だなどとは誰にも考えられなかった。氷のように冷たいものが私の背中を伝わってスーッと頭のてっぺんまで駆け上った。私はそのテーブルの下には2枚の鏡が直角に張り詰めてあって、その背後に床下の抜け道をくぐってきたお花の胴体があることを知っていた。こんなものは大して珍しい手品ではなかった。それにもかかわらず私のこの恐ろしい予感はどうしたものであろう。それはいつもの柔和な手品使いと違って、あの不愚者の不気味な要望のためであろうか。真っ黒な背景の中に火の衣のような真っ赤な道化服を着た一寸法師が大の字に立ちはだかっていた。その足元には血のりのついたダンビラが転がっていた。彼は見物たちの方を向いて声のない顔いっぱいの笑いを笑っていた。だがあのかすかな物音は一体何であろう。それはもしや真っ白にむき出した不愚者の歯と歯が勝ち合う音ではないだろうか。見物たちは依然として鳴りを潜めていた。そしてお互いがまるで怖いものでも見るようにお互いの顔を盗み見ていた。やがて例の紫ジュースがぬっくと立ち上がった。そしてテーブルめがけてつかつかと 2,3 歩進んだ。さすがにじっとしていられなかったのだ。ほほほほほほほ、突然晴れ晴れしい女の笑い声が起こった。豆ちゃん、味をやるわね。ほほほほほ。それは言うまでもなくお花の声であった。彼女の青ざめた首がテーブルの上で笑ったのだった。その首を一寸法師はいきなりまた袖で隠した。そしてつかつかと黒幕の後ろへ入っていった。後にはからくり仕掛けのテーブルだけが残っていた。見物人たちはあまりに見事な不愚者の遊戯にしばらくはため息をつくばかりだった。当の手品使いさえもが目を見張って声を飲んでいた。やがて
わーっという時の声が小屋を揺すった。胴上げだ胴上げだ、誰かがそう叫ぶと、彼らは一団になって黒幕の後ろへ突進した。泥酔者たちはその拍子に足を取られてバタバタと折り重なって倒れた。そのうちのある者は起き上がってまたひょろひょろと走った。空になった酒樽の周りにはすでに寝入ってしまった者どもが泳がしのマグロのように取り残されていた。おい、ロクさん、黒幕の後ろから誰かの呼び声が聞こえてきた。ロクさん、隠れなくてもいいよ、出ろよ、また誰かが叫んだ。お花姉さん、女の声が呼んだ。返事は聞こえなかった。私は言い難き恐怖におののいた。さっきのは、あら、本物のお花の笑い声だったのか。もしや奥底の知れぬ不遇者が床の仕掛けを塞いで真実彼女を刺し殺し獄門にさらしたのではないか。そしてあの声は、あれは死人の声ではなかったのか。愚かなる軽業師どもはかの八人芸と称する魔術を知らないのであろうか。口をつぐんだまま腹の中で発音して私物に物を言わせる、あの八人芸という不思議な術を、それをあの怪物が習い覚えていなかったとどうして断定できるであろう。ふと気がつくと、テントの中に薄い煙が満ち満ちていた。軽業師たちのタバコの煙にしては少し変だった。はっとした私はいきなり見物席の隅の方へ飛んでいった。案の定、テントの裾を赤黒い火炎がメラメラと舐めていた。火はすでにテントの周りを取り巻いている様子だった。私はやっとのことで燃える帆布をくぐって外の広っぱへ出た。広々とした草原には白い光が熊もなく降り注いでいた。私は足に任せて近くの人家へと走った。振り返るとテントはもはや3分の1まで燃え上がっていた。無論丸太の足場や見物席の板にも火が移っていた。何がおかしいのか、その火炎の中で酔いしれた軽業師たちが狂気のように笑う声がはるかに聞こえてきた。何者であろう。テントの近くの丘の上で子供のような人影が月を背にして踊っていた。彼はスイカに似た丸いものを提灯のようにぶら下げて踊り狂っていた。私はあまりの恐ろしさにそこへ立ちすくんで不思議な刻影を見つめた。男は下げていた丸いものを両手で彼の口のところへ持っていった。そして地団駄を踏みながらそのスイカのようなものに食いついた。彼はそれを離しては食いつき、離しては食いつき、さも楽しげに踊り続けた。水のような月光が変化踊りの影奉仕を真っ黒に浮き上がらせていた。男の手にある丸いものから、そして彼自身の唇から濃厚な黒い液体がぼとりぼとりと垂れているのさえはっきりと見分けられた。